層が見える。はい、それでは、今回もオーバーウォッチやっていこうと思います。よろしくお願いします。リーパーをピックしましたが、他がラインハルトが来ればソルジャーあたりに変えようと思いますが、これで大丈夫そうですね。綺麗なチームですね。これでやっていこうと思います。現地でもいいかな、どうだろう。とりあえずリーパーまた使ってやっていこうと思います。あ、ボール飛ばしちゃった。よし、未だ2500には到達できてないです。今2440ぐらいです。なかなか上がれないですね。おそらく冒頭でドロー戦、初めての引き分け戦がの動画アップしてると思いますけれども、この前本当に初めて、この試合の前ですね、初めてになりました。誰か引っ張られたな。メイちゃんか。ふわついた。これは持っていけるか。オッケー。ロードホックの後ろ取ってやりたいな。落ちるか。オッケー。左はいない。オッケー。後ろ取った。オッケー。あとは入るだけですね。真ん中は結構制圧できてるので、私前に行ってみようかな。どうだろう。いや、ルシオとか潰しに行った方がいいな。お、なんか目の前に敵の、ちょっと待って、痛い、帰る。びっくりした、今敵のリーパーが急に目の前に来たんですけど、体力少なかったのか。すぐ倒せましたね。痛い、やめて、一回帰ります。回復したいんですが、そこの回復もらえますか。私にもバリアつけてくれたら。ダメか。一回帰ります、ルシオのところまで。さあ一回左側に行って、危なっ、鎖怖いので警戒しつつ。ルシオ来てくれたのありがたいですね。真ん中取られている。ナイス、今だ、ナイス。ああ、嘘だろ、マジかよ、マジかよ今の。マジかよ。めちゃくちゃ今動画的に美味しいって思ってやったら、違う意味で美味しいところになってしまった。ナイスファラ。さあ気を取り直していきましょう。無理ですね、ちょっと味方が帰ってくるまでここで粘っていようと思います。右側から来そうで怖いな。あー、ごめん、バリアでチャージしてあげられなかったな。ちょっとファラが怖いので一回こちらに行きます。ここ持っていきたい。 OK、 リーパー回復できてないんじゃないか。ここルシオ、よっ、マジか、ナイス。あそこで陣取ってるのは、ここで落とすの狙ってるのか。まんまと罠にはまったな。裏から一気に倒しに行った方が良さそうですね。右側から攻めようと思います。真ん中入ってくれてるので、一人だけ入れてるの。ファラ狙ってくれてるのか。ここいるかな。いけ、ディーバのウルトは防げますが、これは無理だ。ナイスウルト。まずいですね、逆転されました。一回みんなで固まっていきたいですね。さあルシオが真ん中に入ってくれてますが、ザリアいないかな、味方の。バリアつけてほしい。 OK、 超ナイス。ちょっと待って、私まだそこいないんだ。マジか。くそ、マジか、今倒しきれなかったのが。ここ
ルシオの落としが怖いので一回こっちに逃げます。開口し、開口し、あ、入れなかった、ごめん、申し訳ない、申し訳ない。いい勝負してるのでまだ諦めずにいきましょう。チームの構成も悪くないはずなので、ちょっと2度ほどルシオに吹き飛ばしで落とされたのが痛かったですね。あ、行かなかった、うまく、まあいいや。さあやっていこうと思います。ファラか、ちょっとファラ対策した方がいいかもしれないですね。リーパーだと空に高く登られると手が出せないので。 OK、 降りてきた、はい、持ってくよ。鎖はそろそろ回復するけど避けれた、 OK、 このまま後ろ取って、敵はいなかったか、ナイス。いや、上には上がらなくていいかな。ここから側面から行こうと思います。見られてた、もしかして。こちらは帰る場所が少ないからちょっと怖いんですが、ディーバはさすがに倒しきれない。はい、逃げます。一回逃げます、ルシオのところまで。こっち側から行きますか、ザリアが来るぞ。回復は取らせません。これはこっちに逃げるべきだな、回復が多分こっちにあるので。本当に OK、 混乱した。そしてそこの回復が残っていると思うので、ここを取って仕切り直し、一回逃げます。さあ、ルシオのところで回復して、ロードホックが右側から来るか。鎖が怖いので一回下に逃げて、ちょっとあれは無理だな、タンク2人か3人いるか。全員あったのところまで逃げます。ここ、爆発巻き込まれるか、 OK。 1人か、誰だろう、ファラか、どこいる。オッケー、持ってった。ファラ降りてる、今のうちに潰したい。オッケー、よし、鎖は避けるでしょう。よ、よっけーって言いそうになった。よしとオッケーが混ざりました。オッケー、よし、確実に1個取り返しましたね。さあ次どっちを取るかで、気持ち的にも、試合の流れ的にも、優先になりますよね。ここをしっかりしていきたいです。ザリア選手のバスケットボールは決まるのか、投げた、決まらない。はい、ということでやっていきましょう、後半戦。さあここ勝ちに行きたいな。味方の連携が上手ですね、本当にうまく噛み合ってるのでありがたいです。楽しい試合です。さあザリアの人がまたいるので、また積極的に前に行こうと思います。ロードホック、これ大丈夫か、いや逃げれなかったが、しまった、完全に油断しました。敵マグリ出てきましたね。ディーバー、タンク3人か。いや、ここでのテレポートは必要ないかな。右側から攻めていこうと思います。真ん中は争奪中、敵も固まってるな。ジャンクラットが消されてマクリの後ろ取れたので、バレないようにもう少し近づいて、ここ OK。 さあロードホックに見つかったので鎖を一回避けて、こっち回復ないからな、一回そこの回復取って逃がしてもらえるかな。さ
さあ一回味方と合流したいですね。一人前に入っていってくれてるな。先に軽い方から潰したいのですが、いやさすがにリーパーまで来られると無理だな。合流します。マクリが上にいるのか。リーパーがそろそろリロードに入るが、デッドアイ危ね。バリアつけて、バリアつけて、味方ザリアバリアつけていいよ。ナイス、これ待ってた。オッケー、持っていける、持っていける、オッケーオッケーオッケー、冷静に行こう。よし取り返しましたよ。さあウルトが溜まってないのと結構タンクが多くて怖いので、私はちょっかいを出す程度にしておきます。スティーバー登ってきたかな。登ってきましたね。これはちょっと一回逃げようかな。お、本当に本当にいたのか。油断してたな。ルシオはどこにいた。しまった、完全に油断しました。ナイスにやった。神道滅却使ってくれてますね。あーザリアの間に合わなかった。デッドアイ、敵まくりはどこにいた。下に降りた。その前にザリアを持っていきたいが、一回リロード挟んでザリア、うお本当にナイス。100溜まってたのがだから強気だったんですね。まずい、うわ本当にくう。ナイス、これもいい試合してますね。私がちょくちょく油断して殺されてるのがダメだな。さあソルジャーが出てきた。ソルジャーロードホック、私変えていきます。ソルジャー、うーん、ここはここか。また最初のステージか。どうしようかな。ハルトというわけにもいかないと思うので、ディーバ、ディーバじゃない、ザリアに変えていこうと思います。おいしい、ナイス、オッケー。右にいるか、リーパーがいるな。これはまず一回不利だな。帰ろう、下から来るぞ。ナイス。さあまた吹き飛ばしが怖いので警戒していきましょう。リーパーが後ろから来ているか。ファラーが上から撃ってたのでこれつけてあげて、ファラーの直撃が怖いのでバリアをつけます。そして前に行きます。右側から抜けてきてますね。やっぱりこれは一回下がります。来るか、来ないか、さすがに降りては来ないか。これはちょっとまずいな。早く入ってきてくれないかな。ちょっと一回足止めします。これ倒せる、オッケー。危ねえ、ちょっと一体に対して使ってしまいましたけれど、自分のバリアが回復したのでこれ突っ込みます。一回引かせれましたね。はい
負はついているのでバリアつけて回復いただきます。しかしこれちょっとまずいか、来るな多分。オッケー、ザリア、おっと2人持ってきた。あーまだいたのかマクリ、ナイス。完全にフリーにしてたなこの2人、申し訳ない。しかし 80% まで貯めたのである程度余裕はありますね。ここきっちりしていきましょう。ルシオのウルトも溜まってるのでルシオ付近で戦おうと思います。ルシオ左に逃げた、死ぬか。はい、あぶねえ、間に合った。さあもう少しまでは鎖の回復まで猶予があると思うので、これまずいな。ルシオが、ルシオ一人で行かないでいいよ。ルシオ行く、いや私もついていきます。ちょっときついと思うんですが、まあそうなりますよね。しかしその間に味方が帰ってきてくれて、あそこで3人固めているので、そこに出口がまた2つしかない場所だったので、あそこは、なんとか抑えてくれるかなと予想していたんですが、行ってないですね。これは味方が1回集合するのもあった方が良さそうな気がするのですが、どうだろう。敵側でも 50% までもう溜まっているので。敵のスコアもだいぶもう溜まってきてるので、ディーバはどうした？ディーバ逃げたか。前に味方がいて、もう一人いてほしいな。横で戦ってくれてもいいんですが、そしたら、持っていけないか。申し訳ない。ちょっときついですね。なかなか突破できてないですね。一回集合していった方がいいと思う。逆転されたか。オッケー、ルシオが入ってくれてるけど、一人じゃ多分無理だと思うな、まだ。リーパーとロードホックはやれてたけど、耐えてる？ルシオが耐えてくれてますね。オッケー、入ります。これは入っていいでしょう。ナイス、ドロップザビート。誰か一人つけてあげたい。あー、つけてあげられなかった、バリア。申し訳ない。これはまずい。私しかいない。ゼニアタにもつけてあげられなかった。ロードホックがウルト使ってるな。左から来るか、そこ。オッケー、2人持ってった。ザリアやめろって。まだバリアは張れないから味方のところに戻ると思いますが、ルシオがウルト使ったか。ナイス、 90%。 さあウルト溜まったら、これは気持ち有利、すごい。さあウルト溜まったのですが、これは使わないでいいでしょう。そこ来たらここで使う。あ、そうか、リーパー抜けれるのか。なんてこったい。なんてこ、ここで使えばよかった。ナイス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 。オッケー、ナイス。そうか、リーパーはすぐ抜けれるんでした。オーバータイムの時間稼ぎにと思って打ったのですが、ちょっと焦って判断がミスってましたね。しかし最後ディーバーと、ロードホックが確実に鎖を当てて倒してくれてたので、なんとかなりましたね。ありがとうございました。さあラスト、ここを取らないといけないですね。やっていきましょう。味方変えた？トレーサーが出てきた？大丈夫でしょう。私はこのままザリアで行こうと思います。さあよろしくお願いします。最後、またちょっと試合時間長くなっちゃいましたね。よし、やっていきましょう。面白い試合ですね。楽しいです。さあトレーサーがもう少し前に行ったらバリアつけようと思います。 OK、 おいしい、左からナイス。ロードホック行きますよ一緒に。ナイス、タンク同士うまく連携取っていきたいですね。さあリーパーは引かせれました。ザリアいけるか、ちょっと欲張ったな。これは無理です。リーパーがすぐ横にいたので無理しないでいきます。リーパー持ってくるぞ、ナイス。ザリアいけるんじゃないか。私今90以上溜まってるので、ちょっとまずいか、ちょっと混乱してる。左トレーサーがいるのでロードホック一緒に潰しに行きますか。これ剥がせますね、フワついてるので。
どっち逃げる？オッケー、ナイス。影、角待ちします。トレーサーチャージお願いします。オッケー、持っていける。ふう、危な。ジャンクラットの置き磨きでちょっと死にかけましたけれど、ちょっと一回前に行って溜めます。下がります。あんまり溜まれなかったな。いて、トリサ、はい、持っていくよ。いや、ルシオもいるか。お、ルシオも持っていきだ。これは美味しい。さあ、自分に使える、バリアが回復するまでもう少しここでおとなしくしてますが、トリサ大丈夫。さあ、溜まったのでいきます。ファラ、このファラあんまり飛ばないですね。しかも回復していない。なんと美味しい。トリサ行く。バリアつけますよ。敵は落ちてはないですよね。なんとか人数が少ないので裏取りされてそうで怖いですが、右側から来てたのか。しかし味方が守ってくれてましたが、一人ザリアが来てるな。フはついてるので、で、あの位置にトレーサーいるな。そろそろ帰ってくるので、ここでバリアをつけます。あ、本当に横いたのか。体力減ってるなと思っていたんですけれど、が生き残ってるルシオがウルト溜まってると気づいた時にはもうすでに試合が終わっていました。ナイス。後半の2回すごく、後半戦すごかったですね。トレーサーナイスでした。すごい前に行ってくれてて、バリアでチャージ貯めるのがすごい楽だったのでありがたかったですね。さあ、バスティオンっていたのか。一回出てきてたのか、全く気づかなかった。ナイス。あ、ありがとうございます。これは面白かったです。ということで、またちょっと、3試合5試合か、5ラウンド動画になってしまったので動画長くなってしまいましたけれども、最後まで見てくださった方ありがとうございました。よかったら次の試合も見に来てください。それでは、あ、最後にレートどこまで上がったか決めます。おそらく2480ぐらいです。まだまだ2400台抜け出せないです。ライバルダストがもう少し1000ですね。2469、70、あとギリギリ1回か2回ぐらいですね。はい、ありがとうございました。